はい、本日はですね、こちらビームストマンティス2の別注モデルを購入しましたのでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら毎年ビームスとアークテリクスのこのマンティス2というのがコラボするんですね。で、これ昨年モデルはこちらにございますし、通常モデルはここにございますし、偽物もこちらにございます。で、ちなみに偽物の方はですね、僕が買いたくて買ったわけじゃなくて、視聴者さんがなんか偽物を捕まわせられたんで、もしよかったらたくさん動画で作ってくださいということでね、借りてるだけですので、わざわざ偽物買ったとかではないですよ。それは売買禁止法とかなんかいろいろなんか売買禁止法というかわからんけど、なんか捕まりますので、皆さん気をつけてほしいなと思うんですけど、まずはね、このマンティス今年じゃどんな感じになってんのっていうのをね、見ていただきたいなと思います。ちなみに昨年モデルは、まあ、基本的にはオリジナルモデルと変わらずに、まあ、色味とかこの刺繍の色味とかこの持ってるフラップの部分の色味を変えてたぐらいやったんですけど、今回わりかし結構派手めに変わってるよねっていう印象ですよね。唯一ブラックが使われてるのはこの前面のここだけかな。ここだけブラック使われてて、あとは刺繍はこのゴールドの刺繍、これはもう去年と一緒やけどね。で、このジップのとことかのテープはスライダーも白とか使われたり、この横もそうやけどね。で、ここにビームスって入ってますね。で、まあ仕様とかは特に中も一緒なんですよ。いつもと特に変わりないから同じような感じですね。で、裏側もちゃんとクッションがついててということで、じゃあね、合わせてみたいなと思います。ちょっと僕一つ疑問なのがね、ここまで派手な色を作っててなんで秋冬で出すんかなっていう印象はちょっとあるんやけども、夏場とかでこうやって合わせやすいですね。こう、まあ夏っぽい感じですよね。で、まあちょっと白 T やからあれかもしれないけど、一回ちょっと黒に着替えましょうか。はい、どうでしょうか。どうなるな、黒 T、 黒は黒でなんかスポーツっていうか、なんかちょっと浮いてる気はせんでもないんやけどもね、ちょっとまあ特殊な色味ですよね。で、まあ夏とかやったら合わせれんことないかなと思うけども、秋冬ってなったりしたらちょっとどうなんかなと思いますが、まあマンティス持ってはる方とかやったらね、まあ色違いでちょっと派手めにいってみようっていうのはね、ありかもしれないです。よくね、メンズファッションで多いんやけど、見てる時はかっこいいんやけども、つけたらなんかちゃうのって結構あるじゃないですか。ジャケットとかね、うわこれめっちゃかっこええやんと思って着るんだけど、なんか全然似合ってないなっていう時あるでしょ。あれってね、やっぱパーソナルカラーとかによってちゃうみたいなんですよ。だ、僕もね、パーソナルカラーこの間受けたんやけど、多分こういう色味があんま合わないんでしょうね。ちょっと顔がね、ちょっと大人とか怖めみたいな顔してんのに、こう可愛いバッグとの相性がちょっと悪いっていうことでね、まあ多分合ってないかなと思うんですけども、それやったら僕の場合は去年のモデルとかの方がまだ合いやすいかなと思います。まあもっと言うならほんまこうシックな方がもっと合うんやけども、こんな感じでね、持つのもいいかもしれないですね。で、ここまでこう地味やったら、ちゃんとねシャツが派手でもめちゃくちゃこうやってパーンと合ってきそうな感じはするけど、まあここにこの派手なやつ持ってきたらどうなるな、うるさいな、だいぶガチャガチャしてるな。でね、今回は特に仕様とか変わってないから、なんや言うことないんやけども、一応値段だけ言っときましょうか。値段がね、6000円の消費税で6600円ということになっておりますので、今定価なんぼじゃないですかね。定価前まで5500円が普通のオリジナルは定価やったんやけど、もしかしたら値上がりしてるかもしれないんで、1000円ぐらいこれ高いんかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、別注モデルなんでね、高くなってるんかもしれないです。特に生地感の違いとかもないですね。もう去年とほぼ一緒。動画にするか非常に前やったけど、視聴者さんがこれ買ってレビューして、これ買ってレビューしてって言われて、まあほんなにポチっとこうかと思ってポチったんですけどね。ただジャケットの方があったんですよ。ジャケットもこのカラーのジャケットが出て、それがベータジャケットっていうね、このジャケットの、カラーはこのタイプっていうのがあってね、それをほんまポチろうと思ったんですけど、残念ながら売り切れておりました。でね、売り切れとって、あ、もう今回できへんわと思ったら、なんと視聴者さん、僕の応援隊のね、支部長の方がいてるんですけど、姫路支部長の方からですね、拓造さんこれお渡ししますよというお声いただいてですね、また近々、送っていただきますので、またそれはそれで動画出すんですけども、僕はこれしかちょっと買えなかったんで、今回ね紹介してみました。まあ持つ分とか見る分には非常に可愛らしい色味かなと思います。この白もあったり黒もあったりで、まあベージュっぽいカラーもあるし、グレーもあるし、このベージュっぽい色味とかはね、なんか良さそうな気するんやけども、ただこう持つと僕は似合わへんかったんで、特にもっと綺麗めなシャツとか着たらもっと似合わんくなると思うんですけど、そういう時はね、こういったあの黒のレザーのバッグをね持つっていうのはね、一つ持ちやすいかなと思います。と大人っぽい格好ね、わしのやないかい、こうわしが作ったやつやないかいってことなんで、まあ無理やり掘り込んでるんですけども、まあこういった大人っぽいバッグを持っていれば、まあ綺麗めなコーデに合うと思うんですけど、まあ半袖は別に何でも合うけどね。例えば長袖でスラッと合わせる時なんか、まあこんな感じでもねいいかなと思うんですけど、ちょっと柄物入れちゃうと一気にちょっと子供っぽさが出ちゃうかもしれないんですが、まあそれはそれでね、まあ必要かったりすると思うんですけど、そういったことで今回紹介しました。で、話はね、いろいろと戻ってはいくんやけども、偽物ね、これ皆さん気をつけてください。はっきり言って近くで見ても分かりません。じゃあなんで分かんのって言われたらね、よーく見ると、そもそも生地が、扱ってる生地がこれ違うんですよ。よく目を凝らしてください。網目の目の出方が違うでしょ。で、それ、いや分からんなっていう方もいらっしゃるやろうし、もう一個言うのは、この裏のクッションも違うんですよ。クッションがこういう素材感が違うの分かります。こっちの穴の方が、偽物の方がちょっと大きいで、
本物の方はちょっとちっちゃいメッシュが使われてるんで、多分似てる生地をね採用してるだけなんですけど、この辺が違うと。でこれの具体的にどこが違うかって今サクッとしか言わんかったけども、めちゃくちゃ違うでっていうところは以前こちらの動画で喋っておりますので、そちらの動画を見てください。ちなみにこの以前お借りしたのはねまた違う人なんですけど、その人がね、林さんというお名前やったんで、その林さんから偽物を借りたということで、僕その人の名前を勝手に偽林と命名してるんですけども、偽林さんのおかげでその、動画できてますので、それは見ていただけたら嬉しいと思いますし、まあ、今回これ視聴者の方からいただいたものに関しては誰さんかちょっとわからないんですけども、まあ、とにかくメルカリとか、フリマ系はちょっと危ないんでね。でそれ以外にもヤフーとかも危ないので、まあ、皆さん気をつけてほしいなと思います。最近ねあの話もって変わるんですけども、僕ブログの方で新着情報出してます。このビームスとのコラボのやつも新着情報出してて、入荷されたみたいですよとかやってますのでね、あの下のブログの方から見ていただければ、最新のノースエースとかアークテリクスとかもねここで発売してるみたいですよとかってやってますので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。でそれ以外にもね、途中で出ました大人っぽいボディバッグ、こんなボディバッグあったらいいよね、これ和紙作ったやつじゃないかっていう、このボディバッグに関しても下の方から見れますので、また見ていただければなということで、本日はですねビームスベッチュマンティスを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。